は、キヒズメモクウマカに属するサバンナシマウマの亜種の一つ。かつてはナミビアから、南アフリカ共和国にかけての草原地帯に、生息していたが、現在では、ナミビア北部のエトウシャエンコ周辺や、マラウイザンビアのニーカ高原にのみ生息している。一度絶滅したとされた。名前の由来は、イギリスの博物学者、ウィリアム・バーチェルがこのシマウマを初めてヨーロッパに、連れ帰ったことによる。 体長2.5メートル、肩高一。5メートル。足には、島がなく、体には、同足のジャップマン島馬同様、黒島と白島の間に薄い影島がある。他のサバンナ島馬の足と、同じく肉食獣から身を守るため、ヌーやダチョウと共に集団を作って生活している。一度は絶滅したと言われたほど大激減した原因は、肉や皮を得るために乱獲されたためである。 1870年頃にはすでに南アフリカ周辺では野生の群れは見られなくなっており、大地主や動物園に飼われたものだけが生き残っていた。それらの最後のものが死んだのが1910年、ロンドン動物園でのことである。これを最後にバーチェルサバンナシマウマは絶滅したと見られていたが、2004年にナミビア北部のエトーシャエンコ周辺で再発見された。ありがとうございます。